そうですか。ええ、その件は了解してます。誰？あ、ええ、黒幕だよね。もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。もうつきそうやけどね。代替わりしたといっても名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。名古屋のためにってこと？ええ、手は打ってあります。なかなかひどいあれやったけどね。品田はちゃんとこちらで始末します。いや、ほら、始末とか言ってんじゃん。ええ、私流のやり方でね。俺流のってやつだよね。あの、ではドラゴンズの。大丈夫か？私だ。ああ、例の特ダネの件なんだが。そう。何何？あのトレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。また出たよ夢。その夢のために品田潰されるんか。ぼーっとしてるな。朝だな。なんだか何年も経った気分だ。いや、とんでもないあれだったな。一晩というか。そうだ、あいつに結果報告しないと。誰あいつって。ああ、マスクか。マスク男か。これ2000万どうした？もらえんの？いくつか報告があるんだけど。待て、直接聞こう。例のプレハブ小屋か。すぐにそちらへ向かう。大丈夫？大丈夫？大丈夫か分かんないけど。大丈夫、大丈夫。そんなくらいまだ時間あるんだ。何かしてるか。ぶらつけってこと？来るまで時間あるかどうかは分からんぞ。隣のマックとかにいるかもしれへんぞ。はい、ということで、続きやっていきます。このね、画角いいね。さて、何かやるか。誰？マスク？マスクっていうか。おい、今どこにいる？ほらな。あー、ごめん、ちょっと出てて。1分経ってへんからな。すぐ戻るから。緊張感のないやつだ、早く来い。隣におったやろ、隣のところに。近くにそわそわしとったんや。まずまず早く帰ろう。そわそわしとったんや。この辺におったんちゃうんか。待たせたな。遅いぞ。悪い。ごめんごめん。いいね、この軽い感じ。秋山とはまた違うんだよね、若干な。軽さも。時間が欲しい。報告を聞こう。なんか土足ちゃうやろな。どこから話せばいいかな。何から話す？結構あれよ、複雑よ。じゃあ名古屋組というのは極道組織として存在していたのではなく、この土地の自警団的な組織として15年前から存在してきたと。まあそうなるな。ああ、その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。15年前、この町は東西を二分して、東条会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源がワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。でもさ、つまり一チームだけならさ、八百長って難しくね。藤田が仕掛けた。東条会、近江連合、両組織の名古屋追放。負けるって判断はできるけど、勝つって難しくない？狙ってできる。藤田さんは監督を辞任した後も徹底的に全ての真相を隠し続けた。一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けた。まあ、やってることヤクザやけどな。まるで仮
海外の秘密結社やマフィアのようにね。でもま、それも昨日で終わりで。いくら名古屋組が組織化されてても、構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば、彼らはもう何もできない。バレたって別にそんな広まってなくない？お前を襲った連中はどうなったんだ？今朝、全員が出頭したよ。明日か。あ、そうだな。ちょっと寂しいよな、わかるけどさ。牛島さんとミルクちゃんという、俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。彼らは彼らで15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな、お前にとっては。まあそうだろうな。まあね。でもまだ悲しんでられないよ。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまではね。本当の敵、どういうことだ？昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。まあ、みんな怯えてたというか、藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。あ、車で轢かれそうになったりね。酒井という男が工事現場で事故死したあの件。ああ、そうかそうかそうか。それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目にあったし、何日か前の東条会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって、人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。そうな、何人か下敷きになったりしてるからな。バイクとかの絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後にいる極道組織がある。何、超名古屋組みたいな。やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男、なんだなんだ、藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか。ジャンプじゃん。俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするためだ。誰だが、これ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。お前土足やんけ。ご苦労だった。約束の報酬だ。お、2000万。え、もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよ、あんた藤田さんに会うつもりなのか？わしの守り？だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。ここから先は俺の仕事だ。あ、もう手を引くんだ。大吾、達夫。達夫？え、達夫って、あんた俺を覚えているか？え、知り合い？道島だ。お前も土足やんけ。お前と同じ品田神室西高にいた。え、道島って、え、まさか、あの、つながりあったんだ。だから変装してたってこと？あれどこだ？堂島くんと言ったら一組にいた学年1位の子の名前だった気がするんだけど、確かに俺は一組だったが、そのアルバムには載ってない。なんで？なんで？なんでよ。退学になったからな。卒業してないんだ。あ、そうなんか。退学？3年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学。結局引率になっちまった。あ、大学院行ったんだ。引率って、え、少年院？そっちか。神室工業の連中とやり合っちまったんだ。神室工ってや、甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一の、あれじゃないの、これ野球部守るためとかじゃない。それじゃまさか夏の大会の決勝前日に神室工相手にたった一人で喧嘩したっていうのは？俺だ。
そんな強かったんか。あの時カムロ校のヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急にカムロ校のヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。で結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院で1対2で負けたんだよな。ヒットはお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。でも一体どうしてそんなこと。なんで。確かにお前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いやカムロ西高全員にとっての夢だったからだ。また夢や。夢。ああ、夢ってのは叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって甲子園出場っていうのは夢だったんだ。そんなもんなん。それが敵対する高校の手によって壊されようとした。野球部以外も。だが当時そんな入る俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとってその夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの。バカな話だと思うかもしれないが、人間ってのは、まあそうな、勝手に他人に夢を託す。だからファンができるんだな。自分の叶えられなかった夢、思いを乗せその背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きていくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれない。だから追い続けられるのか。思いながら、まあ、そうだな。だからわからんでもないな。わからんでもねえな。夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいはやってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた。俺にとっては高校を卒業することより俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。お前でもぶらついてなかった、チンピラみたいに。俺はあの時甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、キルちゃんに会うまで今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。タソ、お前には勝手に感謝してるんだ。堂島君、ひょっとして今の君の仕事って何だと思う？何だと思う？東上会六代目会長。まあ今素性を隠して行方をくらませている最中だな。なんで行方くらましてるん？マジ？だからここから先は俺に任せてくれ。この件、片木のお前がこれ以上深入りするのは危険すぎる。もうお前は十分人に夢を与えてくれた。今度は俺がお前の失った夢を取り戻す番だ。なんだよそれ。どういうんだ。全てに肩がついた。勝手だなと思ってんのか。球界に取り合ってお前の永久追放処分を取り消させ。もうちょっと今更すぎひんか。でも選手としての復帰が無理なら、そうな、コーチ、監督として復帰できるように掛け合うつもりだ。今はとりあえずその金を使って身の回りを整理しておけ。安心しろ、今の俺は万力以外の力も持ってる。お前が失った15年俺が巻き戻す。これはいい話なんか。東京に着いたらまた連絡する。そんな怒ってないか品田。待てよみたいな。ちょっと待てと。そう。ははは。結局は同じかよ。どういうつもりだ。15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢を失って、ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。誰かの権力を使って球界に復帰したって意味ねえんだよ。分かってる。だが現実を見るんだ。
達夫、このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。いや、いつかそれもできなくなるんじゃないか。お前は人に弓を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよ、お前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫、達夫、達夫、え？ってことは、違う、クリズミないの珍しいな。バットの入れ墨とか。こっちはこの15年素振り5000回、腕立て腹筋1000回、1日たりとも休んじゃいねえんだ。お前、あんたに言われなくても俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。やるのか。こうやって抜いてんのやらないぞ俺。力で止めるしかないってことか。死ぬと分かっている場所に行かせるわけにはいかない。極道としてもお前の友人としてもな。俺がそんなにやわな男かどうか確かめてみるんだな。これ戦わなかんのか。覚悟はいいな、達夫。なんだろうな、今までの戦いと違って本当これ戦わなきゃいけないんだろうかっていうあれがあるんだけど、どうなん。あ、じゃあなんだ俺後ろ向いたんだ今。気に行こう。ボコボコぞ。結構いい話やったのに。ここ一気に終わりよこれ。ボコボコぞ。追い詰めた？追い詰められた？なんだ？さ、地味やな。まあ、殺そうと思ってないからな。やるな。どうや、これなら文句ないでしょう。ふん。ああ、俺の負けだよ。よし、それじゃ俺も一緒に東京に。もう止めはしない。行くのか。好きにしろ。さすがにきついわな。歴戦だもんな、大吾もな。達夫、もう動けるな。大吾の方が余裕あるじゃん。任しといて。なら今のうちにできる限りの準備をしておくんだ。東京で何が起きるかわからんからな。ああ、分かった。ちょ、ここであれだな、こっからもちょっとお前サブでもやっとけみたいな、そういう感じのあれなんだろうな。こっちじゃねえわ、セーブだ。ということで今回は一旦終わります。じゃあね、おつでーす。